よーかち、こんにちは、こんばんは、タイポンです。それでは日本代表でワールドカップ優勝を目指す実況やっていきたいと思います。それでは、準決勝スペイン代表ということなんで、いやもうちょっとドイツからのスペインは厳しすぎる。ドイツからのスペインは厳しすぎます。本当に。牧野堂々とこっち見つえ。かわいいですね、牧野ちゃん。ってことなんでチーム管理で、フォーメーションはね、ちょっと今回これでいいかなと思ってるんですけど、ちょっとメンバー、割とこうスタミナがね、ちょっと連戦でね、疲れてる選手がいるので、変えていこうかなと思います。はい。とりあえずメンバーはこんな感じで、スペイン代表挑みたいと思います。じゃあ行きましょうか。試合開始で。モスクワ、準決勝の会場はモスクワですね。8万人。8万人これやったっけ、モスクワ一回。やってないっけな、ちょっと覚えてねえな、もう覚えてない、すでに。じゃあ来た来た。よし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 、準決勝だからね。スペインのこのエンブレムかっこいいよね、普通になんか。遠目から見ると、もう何が何だか分かんないけど。いやー、テンション上がるね。こんなのが現実に起きてしまった時はもう発狂です。これロシアとベルギーどっち勝つんだろうね。これロシア勝つっていうね、説ね、正直あるからな、マジで。母国開催、ノリに乗ってる。選手たちの入場です。かっこいい。ブッサイグばっかりやな。ブッサイグばっかり。さあ、どっちの国歌が最初流れるんだ、まあ、俺スペイン語喋れるんで、オーラメヤモタイポンエンカンタドエンカンタドシャ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 シ、スペイン語話せるんでね、俺ちょっとだけね。ナーサスユーコーコーロー整えて勝つぞ。はい、スペイン代表。スペインとだって日本ってもうやったことある、そもそも。俺は見たことないんだけど、俺が生きてる時に。あるっけな。なんかフランスとアルゼンチンとイタリアと戦ってんのは見たことあるんだけど、俺がサッカーを好きになってから。スペインってあるかな。長友がこの間ねテレビでね、代表100戦やってるけど一回も戦ったことないって言ってるから、多分本当ないのかもしれないな。見てえなそれ。イジャラメンディ、ブスケツ、シルバ、コスタ、イスコ。はい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 、メンツえぐいですね。カワシンマ、まあ、日本も負けてないよと、まあ、スペインでやってるね乾を出したんで、はい、もうスペイン人のことはよく分かってるでしょと、そういう思いで乾を起用しましたね。ベティス移籍したしね。試合行くぞ。セミファイナルステージ勝つぞマジで。オッケーオッケーオッケー。相手のパスミスを、乾ね、マジうまいからな本当に。大島ね、大島いいよマジで。俺ためなんだよね大島、こ前も言ったかな。応援してるめちゃくちゃ。惜しいぞ。あ、やばい、来た。うわマジかよ。こんな簡単に武藤、いややば、武藤やってくれた、このポジションにね応えてくれたわ。ツーシャドウの一角として香川と武藤でね、ちょっとなんかこれやったらいいんじゃないみたいなね、見た気がするんだよね。ちょっとなんかしかもドイツ戦と同じような得点のなんか感じ、ちょっと雰囲気似てるよね。来た武藤。俺武藤と長友が2トップで好きだからな、日本代表で。よしよしよし、スペインに勝つぞマジで。ブスケツ、ブスケツって名前ちょっとやだな、ブスにケツだぞ。オッケーオッケー、行っちゃって行っちゃって、やっべミスター。ラモス、
ラモス超強いからね、本当に。吉田も負けてないよと。山口ホタル、おいおいおい、本当は今大島出したかったんだが、大島出したかったんだが、もう大島ね、フィジカルはないけど、お、なんだ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 、え、イスコどうしたどうしたどうした、イスコ疲労からの、疲労からの負傷ですか、え、嘘でしょ、イスコダメだ、ここもし日本に勝ったとしても決勝出れないや、この感じめちゃくちゃ泣いてんもん。あー、吉田とのこれで、あー、やられちゃったんだ。あー、誰だ、アセンシオとかかな、出てくんのは。あー、モラタもらっちゃってんね。モラタ選ばれてないけどな。よしよし、まあ相手に返す、やっぱ心整ってますね、長谷部さん。他の選手だったら多分普通にプレイ再開させるからね、あれ普通にプレイ再開させて得点ドーンでもう嘲笑うスペインを。やべ、シルバーハゲたハゲたハゲた、シルバーオッケー、マキノナイス、よし、これでいっちゃおう、もうしまいっちゃおう、いいねいいねいいね、ギリギリで。山口は来た、空いてる、誰、酒井宏樹、ここ空いちゃってる、あれちょっと普通に酒井で打てばよかった、ちょっとね見せたかった、見せるプレーをしたかったです。モラタ、モラタサイドでどんなプレーを見せてくれるのか。まあドリブルは、えパスどうした、いいぞいいぞ、山口、酒井、空いてる、いい縫い、いけ、あ、くそ、デヘアやっぱ止めるな、デヘアやっぱ止めますね。おい、マキノ、ちょっと日本ペースだよ、めちゃくちゃ、おいおいおい、翻弄していく、おい、いいぞいいぞ、はい、ヒロキさっき打てなかったからね、オッケー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 。まあでもシュートは言うてそんな上手くないんで、普通にね。いやー、もう1点欲しいな、これ。ちょっとドイツとは打って変わってんのところ見せたい。やっぱドイツ戦を、選手たちは経験して勝利して、あの厳しい戦いを勝利したんで、もう経験値、いやもうレベルめちゃくちゃ共に上がってるんで、ドイツ戦では50レベルだったかもしれないですけど、今こっち80レベルぐらいになってるんで、香川ちょっと、あれさせたいな。大島。あ、犬焼いてる。おい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 、ちょっと強い強い強い。カルバハル強いな。カルバハル強かったな、今。オッケーオッケー、いいぞ。もうパッションだけで今、これプレイしてるからね、これ。いや、来たぞ。惜しい、ジャルメンディ。もう特になんか考えてないからね、もう。来た、吉田。あー、惜しい惜しい惜しい。吉田ちょっとバイシクル決めたいな。よし、ここに鋭いやつ持ってけば、え、マジで香川、嘘、酒井宏樹じゃないの今の、やった、これちょっと運がいいな、運が良すぎるな、運だけで持ってったな今のゴールは、正直やったやった、あん中で絶対紛れてチューしたやついいんだろう、チューしたやついいんだろう、紛れて、ここ酒井宏樹が打って、それが香川に当たったのか、え、どういうこと今、どういう状況これ。あ、香川が、え、どう、待って、イジャラメンディに当たってない、オンゴールなのかなこれ。香川めちゃくちゃ喜んでるけど。あ、香川だ。え、ちょっとこれ待って、ちょっとリプレイ。ちょっとこれは疑惑な判定です、これは。正直。はいはいはい。酒井が、待って、酒井が、打って、そしてイジャラメンディに当たって、香川ハンドですね、これ。ハンドです。見てください。ここ完全にハンドです。ちょっとこっちから見ようか。こっちから見ていき。はい、はい、はい。肘です。神の肘で行きました。神の肘で。マラドーナ超えです。神の肘。もう俺、肘って言おうかな。肘だよね。空いてる。おっと、来たんじゃないの、いや、武藤、ピケ。おい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 。マジか、伝説残したな、日本代表。ちょっと、2002年の日韓ワールドカップのさ、韓国みたいな感じになったのやだよ。日本人はちょっと古速だみたいな。ち
ちょっと買ってんじゃないか、買収してんじゃないかみたいな、審判を買っちゃってんじゃないのと、日本マネーで。日本マネーで、お、やばい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 、ジオコスターまずい。おい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 、よかった。神の肘かましといて。神の肘かましといてよかったわ。ジエゴコスターに決められちゃったよ。こいつほんとブサイクだよな。ほんとに。まだ20代だもんね、コスター。まあ、結構、別に嫌いな選手じゃないんだけどね、コスターは。あ、やべえ、飛ばしちゃった。見ればよかった。くっそ、やばいぞ、ちょっと。いやー、1点返されちゃう。まあ、1点は取られるなと思って、絶対。0点に抑えれてないもんね。絶対ね、今のところ。0点抑えてる試合ないよね、確か。ほんと厳しい戦いです、これは。モラタ、守っていくか。いけいけ、ヒロキ。いやー、くそ。大丈夫でしょ、これは、牧野が。オッケー、山口。危ねえ。パスをね、テンポ遅くなっちゃうと、本当にすぐ取られちゃうんで。武藤何言ってんの。来た。来た、大島じゃ。いや、大島、いや、待って。もう大島、スタメン固定です。いや、うますぎ。抜け出しというか、なんか、ポジショニングも最高に良かったし。もう打って変わってですよ、もうドイツ戦とは。てか、この大迫のここね、ちょっと俺の操作ミスなんだけど、なんかためが作れたね。あの、ノータッチドリブルで、今本当はドラッグバックやろうとしたんだけど、それがうまく反応しなくて、それがいい感じにノータッチドリブルになって、相手の、ちょっとね、ワンテンポ遅らせて、そこに空いたところにパスで、大島。まあ、計算外だったけど、かなりいいゴールでしたね。よしよしよし、スペイン代表にはこれはかなり来てるんじゃないの。大阪山口、あ、くそー、やっぱブスケツはね、本当にブスな上にケツみたいな顔してるから、ああいうとこはやっぱしっかり読むと。シルバー、ダビド・シルバー、ダビド・シルバーね、最初ね、俺バボーズにした時、ボーズにヒゲ、やぶなで、ボーズにヒゲ、うん、坊主にした時にちょっとええと思ったけど、やっぱ見慣れてくるもんで、めちゃくちゃ普通にかっこいいなと思っちゃってんだよね。ていうか全然、待って、これハマってんじゃないの、このフォーメーションも。ちょっと吐きそうになった、今ちょっと吐きそうになりました。ハマってるわ。あ、やべやべやべ、ミスった。こういうミスをねなくさないと本当スペインにやられちゃうんで。オーケー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 、よしよし、取れ取れ取れ。あ、これは大丈夫。いいぬい、ちょっと後半から誰か選手入れていこうかな。いいぬい、ちょっと回してこう、もうボール取られないように。惜しい、いいぞいいぞ、もうこれが日本のサッカーだっていうのをね見せつけましょう。惜しむ、惜しむイズム、惜しイズム。山口ホタル、惜しいぞ。香川、え、うそー。あ、やばい、取れた。くっそー、ちょっと選手変えようか。ちょっと選手とフォーメーション変えます。はい、こんな感じにしました。フォーメーションも変えて、そしてメンバーも原口、宇佐美、そして上田。ここでこういう若い選手をね使うことによって、まあ経験を積ませるという感じで上田選手使います。しかもこういうフェイスなんでね。やばいやばいやばい、始まった始まった始まった。もう本当に始まりは突然にだからな。来たー、よしよしよし、もう1点取ってこ、もう1点狙おう。お、いいぞいいぞ、空いてる空いてる。あー、くそー、ラモス、モラタ、イジャラメンディか。イジャラメンディやっぱレアルの時好きだったな。今も別に嫌いじゃないんだけど。ナイス、ジェオコーサー。こういうパスミスをね、やっぱりしっかり、ものにしていきたいんですけど、やばい、はい。大島ね、もうマウザマッチですよ。この大会は大島の大会になるんじゃないか、リアルも。いや、ちょっと。こういうのパスミス多いよ。パスミス多いよ。いやいやいや、ジェオコーサーパスが、ちょっとどうしたって感じ。
トールちゃんですよね。しかもこれもトーちゃんですよね。お、いいね、ヒロキ。ヒロキ、おい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 、ファールだよ。ふざけんなよ。絶対お尻触ったもん、今、モラタ。はい、3人同時替え。あれ、これ誰か、蹴れるやついねえかな。うまい人。吉田吉田のフリーキックいっちゃえ、これ。吉田の神フリーキック見せます。いきます、頼む。おーおーおー、意外と意外と悪くはなかった。ちょ、びっくりした、軌道は良かった。一応抑え気味で蹴ったんだけど、お、ちょっと危なくないか、それ危なくないか。オッケーオッケー。こっからだよ。まあ、全然こっからね、逆転はないかもしんないけど、まあ、同点される可能性は全然あるんで、正直気をつけていきたい。よし、長谷部ね、サイドバックやらせてます、今右サイドバック、ユーティリティ OK。 宇佐美原口はもう前回バッチリ当たったんで、今回も当たるんじゃないかなと思いますね。よしよし、宇佐美走ってる。これでよっすよ、これこれです。あー、選手変えてきました。コケ、コケにしてやる、コケ、お前のことコケにしてやる。いや、コケか、この時間帯にいかちいな。よし、原口操作でやります。長谷部でいきます。長谷部やばいぞ、これやばいぞ。あー、そこのクリアちょっと不足、クリア不足。お、長谷部、おい、長谷部、あぶねえ。うわ、めっちゃ入れてくんな。攻めの選手入れてくるでしょ。うわ、チアゴか。チアゴ入れてきたね。まあ、でもまだ余裕あるからね、言って。おし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 、宇佐美。ここもうカウンターですよ、カウンター。はいはい、原口。はいはい、原口。はい、空いてる。ちょっと無理でした。大迫じゃあそこ、はい、来た、大島最高。はい、香川、いやー、ピケー、はい、取れ。くそーめちゃくちゃ面白いぞ今。おい、宇佐美いいね、詰めてくね。はい、宇佐美、おお、飛ばされた吹っ飛ばされた。よしよし、もうあと10分守ればもう勝ち。勝てる。はい、大島。いや、ひろきだ。やばいぞ、ゴスタって誰ゴスタって誰、なんかちょっと5が、コスタが5になるだけでちょっと、なんか、やだな。いかつくなるな、ゴスタ。ゴスタはちょっとダメだ。いや、面白すぎる。あー、ちょっと雑か。うお、マジか。来た。え、来ちゃった、原口。あー、なんだよ。2戦連続やってくるかなと思ったけど。ちょ、大迫で決めたいな。大島、大島、これ勝てるぞ、マジで。スペインに勝つってやべえだろ、マジで。おい、宇佐美。来た。香川、ちょっとね、体力が。あ、やばい、取られた。くっそ、パスが遅かったね、香川ちゃん。疲れで、もうね、体が完全重くなってます。操作してる感じが。宇佐美がもうね、プレスで。来た。もう語彙力が俺今一応寝起きだからね、これ寝起きでこのテンションちょっとどうかしてるぜ。これもうこれは守っちゃえばもう。はいはい、川島で。はい、ここ、宇佐美。はい、香川。はい、雑。そう、雑でした。ポリバレント。中野って誰だよ。西野言ってんぞ、今、西野監督。ポリバレント。ポリバレントと。言ってます。あ、これ、はい、吉田、ボーンで。うまっ。おい。よかった、PK じゃなくてよかった。ラモスが蹴んの絶対他の選手蹴った方がいいでしょ。おい、来い、誰ここで点は決めれないよ。マジか。おい、ブスケツ、オッケー。はい、もう、いやらしく時間使う。あ、もうムカついてるよ、多分今、スペイン代表の人たち。あー、オッケー。クソ野郎、川島ゴミだな。しゃあ、セミファイナル、準決勝。
勝利。お、いいね、いいね。勝ちました、日本代表。大島、また、シュート3で、これ1。ちょっと待って、かっこいいな、大島。ちょっと、あれ見ましょうか。ゴール集。まず、これ、これちょっとドイツ戦の1点目と似てるね。逆バージョンって感じ。はい、武藤。いや、いいね。そして2点目が、シンジ香川。まあ、これはちょっと伝説の肘ゴール。伝説の肘ゴール。香川。そして大島。これね、ここ大迫の体っていうかね、ワンテンポ遅らせたのが良かったかもしれない。いや、シュートもめちゃくちゃ良くない？いや、めっちゃいい。やば。ビビるんですけど。それじゃあレーティング見ていこうか。大島 9.4。うわ。大島やばすぎでしょ。なあ、嘘でしょ。すごいね、マジで。次へで行こうか。さあ、これ、うわ、ロシア勝った。マジかよ。そして、ベスト3位はスペイン、ベルギーの制して。え、決勝戦ロシア。マジで。決勝戦ロシア。ロシア強すぎじゃない？強すぎないですか？じゃあちょっと決勝戦を前に得点ランキングとかアシストランキングとか見ていこうか。まあエジル、ムバッペが変わらず1位、2位と。まあ1位か。で、ホンダが3得点。どうなんだろう？他には。日本人は入ってない。あ、入ってる。ホンダ3得点。それだけか。で、アシスト。お、乾4アシスト。で、香川2アシスト。まあ大阪、岡崎と。で、ここね、無失点はね、なんと日本多分いないと思うよ。あ、1か。あ、1回コウスケが、あ、コウスケ無失点やってんだ。マジか。全然知らなかった。レッドカードは？あ、グリーズマン、レッドカード出てんじゃん。ムニエも。あと、アイスランドの、なんて選手かちょっとわかんないけど、出てるね。うわー。ってことなんでね、決勝戦まさかすぎる。いや、これ現実これだったらちょっと、世界中、萎える人いるでしょ、ぶっちゃけ。萎える人もいれば、すげえってなる人もいる。ちょっとやばい、ごめん、吐く。あぶね、吐きそうだった。はい。ってことなんで、次回が最終回ですね。最終回、ロシアとジャパン、やりたいと思います。それではここまでご視聴ありがとうございます。この動画が良かったと思ったらグッドボタン、まだチャンネル登録してない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。グッバイ、さよなら、パイオニアー。